らっしゃいませ。水産高校です。石巻市の県水産高校の生徒と教員合わせておよそ20人が参加したこの催しは、石巻市の水産業の魅力を PR しようと高校が企画したものです。今日は生徒が調理加工したクジラの角煮を無料で配布したほか、普段は文化祭などでしか販売しない塩蔵わかめやサバの缶詰を特別に販売しました。威勢の良い生徒たちの呼び込みに客が次々にブースを訪れていました。缶詰を購入しました。すごく頑張ってるなっていうのが分かります。やっぱり社会に出る前にこういう経験できてすごく良かったなと思います。県水産高校が JR 仙台駅でこうした催しを開くのは初めてです。